大阪大学基礎工学部電子物理科学科物性物理科学コースの関山です。この動画の内容は光電子分光の講義を実際に聞いた学生さんから寄せられた感想から生まれました。講義の際の近似が複数あってどうなっているのか混乱するというこの学生さんの指摘は、教える側、説明する側からは盲点になっていた内容でした。ここにその学生さんに感謝いたします。皆様よろしくお願いいたします。ですね、もういくつか、これはまあ去年の学生さんからちょっと質問来たんであれなんですが、もう結構いろんな近似使ってんだけど、どれぐらいこれがだから使い分けを私はもう自然にしちゃうんだけど、初めて聞いた人はいろんな近似が出てきて、どれがどれだかわからんということあるんですね。なので、じゃあ例えばこの3段階モデルはまあ近似っちゃ近似なんだけど、どうなんですかっていうと、これはもうほとんどですね、強い近似、すごく強いっていうのはもう当てはまると思っていい、どんな場合でも当てはまると思ってもいいということ で、ワンステップセオリー使って解析するときはそれを宣言するぐらいです。で、突然近似の場合はまあ、ね、よほどの低エネルギー冷気じゃなかったら実際成り立つよと。これはまあ気体格好のがどんだけ悪さ働くかということですね。で、対角光のエネルギーが、2つの対角光のエネルギーが思いっきり違っていたら、これは成り立つ。だこの2つはあんまりもう気にせんでいい。で、この非占有側の状態密度、ここの赤で示した部分ですね。まあ、ここもまあそうでしょうね。特にエネルギーがどんどん高ければ、ね。ただまあ、フェルミ順からそんな離れてないところは若干。だからまあ、40意味も離れてればいいんだけど、この真空順位とか、この辺だとひょっとしたら時々ね、ものによってはなんかすごいピーク持って、これバンド計算したらすごいピークが出てきたとか、あるかもしれません。というわけですね。だからこれはエネルギーによるんだけど、まあ基本的にエネルギーが高ければ OK。ということになりますと。で、ただですね、実は、まあ、いわゆる状態密度、一粒子スペクトル関数、光電子スペクトル、一粒子スペクトル関数に比例するよっていうのは別の、そのいわゆる電子相関を入れた系での議論。まあこれ実は私 YouTube にもアップしてますけど、まあそういうことは可能なんで、まあここもですね、かなり使えるっちゃ使えるというか、厳密な議論、真面目な議論をしていくと、まあこれ結構いいよって話です。で、あとはですね、まあ、バンド計算がまあうまく機能するよっていう場合だったら、基本的には電子間空論争誤差平均場で取り入れてるという感じになってくるので、まあ、この場合でもですね、基本的にはまあそんな悪い話ではない。ただ、まあ、これが無視できない系というのが、いわゆる競争間電子系と呼ばれるもので、ここは結構頑張る必要がある。で、実は最後のです、クロスセクションですね。これはエネルギーによらずほぼ一定、いや、一定はないよと。ないよ。困るよということなんだけど、これは、まあ、実はこれ一定にしてあげると、いわゆる理論計算との、理論系との、まあ、整合性が良くなるっていうのは、まあまあ結構あるんですね。はい。で、まあ、その単体とか一瞬シンプルな、あるバンドだけに着目したらとかですね、このエネルギースケールだけ見たらっていうのは、まあまあ成り立つことは多い。でただまあ、これよくマトリックスエレメントエフェクト、なんかよくわからない、なんか光電子強度突然減ったとか、こういうのあったら、まあ、ことがあるんですが、まあ、実はでもこれって結構大事な、光電子化って考えるでは大事なところで、まあ、これを逆に活用してあげる。例えば、この変更依存性とかですね、こういうのは実は全部ここに入っているわけですから、これをうまく活用しない、手はないわとは思わないけど、これをうまく活用してあげると、単にエネルギーを、エネルギー分布という以外に特色のある、電子状態研究が可能になるというわけです。